両35型潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦の艦級、中型潜水艦、あるいは省略して、中型、潜中とも呼ばれる。または、海中7型と呼ぶ文献もある、海中型系列の最終型、同系艦18隻、17隻が潜没した、プロトタイプと位置づけた前型の戦時量産型であるが、 実際の建造では設計の改正が必要となり、全長で7メートルほど長くなるなど別設計の艦となった。手記も変更され出力がアップしたため、速力は19.8ノットに増加している。兵装はほとんど変わらず、機銃が13ミリメートル単装から25ミリメートル連装になった程度である。局地防衛、哨戒といった様々な任務に対応でき、 運動性も悪くない、手頃な中型潜水艦で洋兵側にも好評だった。本型は1941年の戦時計画で9隻が建造され、1942年から翌年にかけての丸九計画では12隻計画され8隻竣工。さらに、丸追計画では15隻が計画されたが1隻のみ、竣工。結局1943年から翌年にかけて18隻が、 竣行した。また改めご計画では43隻の建造が計画されたがすべて建造取り留めとなった。建造所は三菱神戸、佐世保工省、三井玉野造船所で建造された。特に三井玉野では最初で最後の潜水艦建造となったが量産効果で最終艦は1年弱で建造されている。 太平洋戦争中期以降の巡航のため主に中部、太平洋方面で紹介、補給路攻撃、輸送などの任務に従事した。戦火は、駆逐艦、輸送艦など、数隻を撃沈した。だが、18隻中1隻を残してすべて潜没した。内海で、訓練の後に、第1戦に投入し、ウ陣ジンで潜没、巡航から数ヶ月で喪失という例も多かった。 当初は、旅35、旅36、旅37が、第6艦隊自家卒となり、南太平洋での紹介、輸送任務に従事した。1943年10月31日に、旅36、旅37は、第11潜水船隊での連成を終えた、旅38と共に1個潜水隊を編成した。マイズル・チンジュフに配備されたため、マイチンの固有番号を与えられて、 第34潜水隊となった。以降の姉妹艦は、すべて、第34潜水隊に編入された。旅35は、潜水隊を編成する機会がないまま戦没している。第6艦隊時加速の旅 36, 旅 37, 第11潜水船隊での連成を終えた、旅38の3隻で編成。戦局の推移とともに、南太平洋からフィリピン方面。 沖縄方面と行動範囲を移しており、編入艦も多岐にわたる。終戦の日に解体された。写真日本の軍艦第12艦潜水艦、艦長たちの軍艦史などは本肩を海中7型としている。これを通称破壊とする文献もあるが、日本近傍に連合国の通称炉は、インド洋や豪州宴会を除いて存在しない、ため厳密には誤りである。 ABCDEF ハンディバン日本海軍官邸写真集20巻95ページ。ABC 日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録154ページ。AB 日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録153ページ。ABCDE 日本海軍史第7巻373ページ。 艦長たちの軍艦四450から451ページ、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録153ページ。日本海軍史第7巻、373から374ページ。AB、艦長たちの軍艦百451ページ、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録154ページ。ABCDEF、B C D e F 日本海軍史、第7巻、374ページ。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録154から155ページ。ABCDEFGH、ハンディバン日本海軍艦艇写真集20巻96ページ。ABC、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録155ページ。 艦長たちの軍艦百451から452ページ、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録154ページ、日本海軍史第7巻、374から375ページ。AB、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録156ページ。ABCDE、日本海軍史第7巻、 375ページ。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録162ページ。ABCD、日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録157ページ。ABC、日本海軍史、第7巻、376ページ。ABC、日本海軍史、第7巻、379ページ。AB、 ハンディ版日本海軍艦艇写真集19巻71ページ。艦長たちの軍艦百454から455ページ。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録157ページ。AB、日本海軍史、第7巻、375から376ページ。AB、日本海軍史、第7巻、378ページ。 昭和20年6月15日付内令、第545号ありがとうございます。